テーマはそうですね、自分の中では、まあ、7割ぐらいの力の加減でしっかりストライク率っていうのを高めながら試合を作れたらなと思ったんですけど、まあ、なかなかストライク先行があまりできなくて、まあ、先頭3イニングともランナー出してしまったので、まあ、窮屈なピッチングになってしまったかなと思います。体が元気で野球をできることの幸せを感じながらこれからもやっていきたいなと思ってます。まあ、勝負強いっていうところはアピールポイントにずっと出しているので、まあ、こう打点を稼げるっていうところで、そうです、まあ、頭の整理だけして入った感じです。まあ、準備っていうところで、まあ、どの上コーチもこう引っ掛けで三遊間あるよっていうようなジェスチャーもいただいてたので、そうですね、まあ、いい準備して入れた結果かなとは思います。はい。そうですね、やってきたことが少しずつ良くはなっていると思うので、はい、こういう打席を増やしていきたいと思っています。触れることが一番の持ち味だと思うので、はい、その中でタイミング合わないと触れないと思うので、はい、タイミングを合わせながらガンガン振っていきたいです。はい。